オタホの秘密ケッポーン動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタたほです。今日紹介するおもちゃは、ゴールド騎士竜戦隊、リュウジャーソ奏バックル G だ <laughs> あー、違うんだよ、母ちゃん。これはソ奏バックル G だよ。というわけで、早速レビュー行こう。これは新しい戦士、ソ奏ゴールドの専用バックルです。 前発売されたやつは普通の流装バックルでしたね。その時はゴールドのバックルにベルトの部分がシルバー。流装者たちは流装剣を使うのでここにホルダーがあったんだけど、今回のやつは流装をセットできるホルダー。これが左右にあります。まあ、基本的にはリカラーアイテムですね。パッケージの横。そしてパッケージの背面。二つの装備で流装ゴールドになりきれ。この商品には柔らかソールが付属。 オッケーロオッケーロカッターナイフを使うときは気をつけてね。じゃーん中身を取り出し、流装バックル G の方は早速組み立てました。順番に見ていこうまずは、流装バックル G。なんといってもこの正面のバックルここのシルバーがとっても綺麗です。よくよく考えてみれたら、流装ゴールドって、まあゴールドですよね。なんだけど、流装ジャーたちのバックルはゴールドなんで、まあ今回はシルバーなのかな。 違いはこんな感じです。両方ともこうメタリックの塗装になってて綺麗なんです。ここのギミックは、このようにね、いわゆる卵の形の部分がここを押すと、手動でパカッと開くわけです。例えばこれを、このようにセットして、収納しておけます。で、使うときは、パカッと開いて、こう取り出すわけですね。それから横。 このホルダーも造形はこのようになっていて、普通の流装バックルに付属しているやつと、うん、全く同じだね。セットするときは、これちょっとビリビリソールをセットしてみよう。ソールモードだとこんな感じ。それからゴールド流ソル。このようになります。ソールモードだけじゃなくて、ちょっと一回外して、ナイトモードにしてから、このようにすることによって、ナイトモードでもセットすることができます。 で、この、竜ソールホルダーが反対側にもあります。基本的な遊び方はこんな感じだね。あとはベルトの部分があ、アクセントカラーのブルーになっています。これはメタリックカラーで綺麗ですね。こんな感じ。さあ、そして次。柔らかソール。これちょっとじっくり見ていこう。このカラーはスカイブルーですね。スカイブルーになってて、柔らか。 んー、なんだろう。これはね、タコとかイカとかの、あの、足の部分に似てますね。これタコかイカの足なんじゃないかな反対側。後ろの頭部は西洋のナイトが被る甲冑の造形。こんな感じこれがソウルモード。で、ナイトモード。ナイトモードの違いは、えーとね、柔らかなんでなんかこう、ぐにゃぐにゃになってますね。タコの、それこそ、タコとかイカの足のようになってます。 まあ、パトミン柔らかそうだよね。顔。繊維合ステッカー。こんな感じ。流層圏にセットして、連動遊び。柔らかそう柔らかそうするする。あ、だからさっきのはイカとかタコの足だね。はい、そう、リュウソ、ソウ柔らか ケンボーンスルスルー一通りの遊び方は、こんな感じというわけで今回の、キシリ戦隊、リ装ーソ装ジャー、ーバックル G と、柔らかソールのレビュー、いかがだったでしょうか、まあ、このリ装バックル G に関しては、まあこれは完全になりきりアイテムの要素が強いですね。サウンドギミックとかは特にないので、まあ小さいお子様で、まあこのベルトがね、 入る。まあ、小さなお子様用かなこれを身につけたり、ホルダーとか、バックルに流ソールをセットして遊ぶことができます。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった <laughs> 僕も竜ソージャーが好きだという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。チャンネル登録をしておくと、更新情報が届いて、いち早くレビューを見ることができます。なので、チャンネル登録よろしくお願いします。 あと僕はツイッターもやっています。ツイッターのフォローもどうぞよろしく。あとどんなことでも結構です。おおたー,ーああ、このシルバーの塗装きれいだねとか。あー本当に早く劇中の活躍が見たいねとか。柔らかソウルの音声も良かったねとか。どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたわでした。またねー。